こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました、本日はですね、まあ、FXR の、エピソードになります。で、実はですね、これ今公開している映像より前に1個撮った動画、本当はもう公開予定だったものを、まあ、YouTube のメンバーさんにね、先にちょっとアップしてる動画があったんですけど、まあ、それと基本的な内容は一緒なんですけど、ちょっとまあ追加したい、まあ、情報というか、もう僕の気持ちというものも、まあ、ちょっとジョイントを経てあったので、ちょっと撮り直して、今撮っております。で、まあ、タイトルにもあるようにですね、まあ、FXR のこのプロジェクトを、まあ、一時休止しますという、まあ、お知らせです。で、まあ、なんでかというとですね、まあ、僕がちょっと疲れてしまったっていう部分が結構大きいんですけど、今回ね、ジョインツに出すにあたって、まあ、1個前のマフラーの動画で、まあ、ちょっと直さなきゃいけないところがあって、直してジョイントに自走で持ってきますっていう話をしてたんですけど、でそこはもうフューさんの方で直してもらったんですよ。でバッチリ乗れる状態で店戻ってきてチェックしたら、またちょっと不具合が出てしまって、まあ、ジョイントで見ていただいた方はもしかしたら分かるかもしれないんですけど、まあ、エンジンのヘッドから、まあ、オイルが吹いてまして、多分ガスケット抜けじゃないんですよね。まあ、ちょっとこう吹いてちゃったような感じで、多分マフラーのポートの部分、マフラーがヘッドにねこう刺さる部分から、まあ結構勢いよく出てるような感じがしてて、それ以上乗るとまた症状が悪化してしまうし、まああんまりエンジンにとってもやっぱ良くないので、で今回ジョイントは、まあ、ハイエースに積んで持って行きました。まあそれで、まあその時に、まあフューさんとも話をしてて、まあおそらく多分、バルブシールとか、まあその辺じゃないかっていうことなので、まあ補修をね開けて、まあそこのガスケットなり、まあ、シールだと思うんですけどを変えれば、まあ、多分治ると思いますし、それ以外は問題なく、走ってる車両なので、全然それで多分治りますし、なんならエンジン買った時に、まあ、スペアのガスケット類っていうのがちょっとついてきてて、なんで実際もう物も僕持ってるんで、それを変えてしまえば済む話なんですけど、まあ、やっぱり腰上ほぼ、まあ、シリンダーまではいかないにしても、ヘッドまで下ろさないといけないんで、まあ、そうなるとやっぱり、いくらかお金がかかってきます。で、まあ、安くはないと思うんですよね。となった時にちょっと僕の気持ちというか、まあ正直もうこの FXR がすでにもうかなり予算オーバーをしてまして、やり始めてしまったものなので、まあしょうがないっていう気持ちで、一応完成させて嵐して、これからやっていこうかなっていう矢先に、まあ、ちょっとトラブルが重なってしまって、もちろんその前からまあちょっと僕の気分が落ちていたっていう部分ももちろんあるんですけど、まあ、それで一旦持ち上がったんですけど、またさらにそれでちょっとこう気分的に落ちてしまって、でもちろんその車両は素晴らしい車両だし、あのペイントもやっぱかっこいいし、エンジンもミッションもすごい楽しみな車両なんですけど、まあ、ちょっとその僕の単純なモチベーションと、これ以上お金をまたかけるっていうことが今のそのテンション的にはちょっと厳しいというか、直す気にならないというか、そういう気持ちにちょっとなってしまって、でまあジョイント前からちょっとその休止をしようということはもう決めてました。でまあ保険とかももう切ろうかなと思ってて、でまあこれがいつ気持ち的に、まあ、直そうっていう気持ちになれば、もちろん直してまた鳴らし再開してやろうかなと思ってたんですけど、まあそれまでは置いといて、でまあ気が向いたらまたね保険かけて直そうかなっていうふうには思っていたんですけど、まあ今回ジョイントでその積載に乗せるっていうことと、他の車両は全部、まあもう一台の FXR もまだ完成してなかったので、それはフューさんが持ってきていただいたんですけど、残りの3台は自走で出るっていうところで、で僕あんまりそのイベントに積車で行くのがあんまり好きじゃなくて、まあ動かないものを並べるのもなんかあんま違うかなっていう、バイクなんで、あくまでバイクだと思うんで、まあバイクは走ってなんぼだと思うし、うん、まあもちろんその間に合わなくてできなかった、まあ前回2020年かな、あの僕の前に乗ってたダイナを出した時も、まあ結構スケジュールがタイトで、あの本当にギリギリまでフューさんにやってもらって、あの本当に搬入日の夜8時とか9時ぐらいに、あの席車で持ってきてもらったんですよ。でその時はもう本当に間に合ってなくて、単純にでも納期も
作業開始してから多分3ヶ月ぐらいでジョイント4ヶ月は3ヶ月でジョイントだったんで、まあ、そういうのはもう全然仕方がないというか、まあ、動かないっていうわけじゃなくてまだ動かせてないっていうだけなんで、全然しょうがないから全然それは気にならないですしあれなんですけど、まあ、基本的にじゃあ横浜でホットロットショーがあった時とかは全部自走で行ってますし、今までのジョイントとかも走っていくことがまあ大前提かなっていうふうにまあ僕は思ってたので、で今回の僕の FXR はもう去年のジョインツの時も、まあ、はしょうがないんですよね、できてなかったから積車で、でまあそれで今回もまた積んでいくっていうことがなんかすごい違和感があって、まあそこでもまあいろいろこう考える時間があって、車で会場に向かっていく途中でもまあなんかなと思ったり考えてて、まあそれでもしこう金額が合えば手放そうっていう気持ちにちょっとなって、でまあジョインツ来ていただいた方は分かると思うんですけど、一応車両のね下にフォーセールっていう看板を置いてたんですよ。でまあどうしたのとかっていう、まあ、お声はやっぱりもちろんいただいたんですけど、まあそれはまた YouTube でお話しますみたいな話はしてたんですけど、もちろん僕としてもやっぱ乗りたい気持ちはもちろんあるんですけど、ただまあ一旦気持ちがちょっとこう落ちてしまった部分がやっぱりあって、でさらにまたプラスアルファでお金がかかるってなると、まあ、ちょっと気が引けるというか、っていうのもあって、でもまあ車両としてはすごいいい車両なので、もう完全に多分本当に僕の気持ちの問題だけでしかなくて、車両には何の罪もないので、だからもし金額が合えば販売させていただこうかなという感じです。でもちろん買っていただける方がもし見えてっていう風であれば、もちろん今の、まあ、オイルが漏れてるエンジンの部分は僕が実費で直した上で販売しますので、そこはご心配いただかなくてもいいんですけど、まあ、そういう風にしようかなという風には思ってますので、まあ、もちろん安くはないですし、僕も安売りするつもりもないというか、まあ、まあまあのお金をかけたんで400キロぐらいかなしか乗ってないので、まあ、ほぼ新車です。でまあ、カスタムの内容とかは今までの動画見てもらえば分かると思うんで、まあ大体いくらかかったかぐらいはなんとなく想像がつくとは思うんですけど、ただまあ別に僕はこれでその儲けようとかっていうのももちろんないので、ほぼほぼかかった金額よりまあちょっと安いかなぐらいだとは思うんですけど、なのでまあもしこの動画を見て、まあ、本気の方だけです、冷やかしでいくらですかとかっていうのはもうやめていただきたいんですけど、まあ、この FXR 乗りたいですっていう気持ちがある方がもしいれば、まあ、乗っていただけたら嬉しいなっていうのもありますし、まあ、もし売れればまた違う車両を買って、またちょっと違うことやってもいいかなとも思ったり、まだちょっと何をやるかっていうのも全然考えてないですし、まあ、そもそも売れないとできない話なんで、まあとりあえずは僕も ST が来るので、まあ、そっちが、まあ、メインにはなるとは思うんで、しばらくはちょっと休憩しながらで、まあ、もし売れればのんびり車両探してやりたい方向性を考えてやっていくっていう風でもいいかなと思ったので、なのでまあ今すぐこれをやるために売りたいですっていうわけではないので、本当にこうもしいればご連絡いただければ、まあ、ちょっとお話はさせていただけるかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あとはそうですね、まあ本当にさっき言ったみたいに車両は本当に素晴らしいというか、まあ、ペイントももちろんピカイチですし、ジョインツでもやっぱり海外の方にもねアメイジングだっつって褒めていただいたりとか、やっぱり素晴らしい車両なんですけど、ちょっとその本当に僕のただ単純にモチベーションだけの話にはなってきちゃうんであれなんですけど、まあ、FXR 今もう特に為替がまたね上がってしまったんで、多分僕が作った金額では絶対にまた同じようなものは作れないと思いますし、まあ、その辺は結構もしこれからねその V111 に米韓の6速の、まあ、きちっと配線から全部もうほぼ新車の FXR 作りたいなって思ってた方にはかなりいいかなと思いますので、もし興味ある方がねいればよろしくお願いいたします。でまあもし売れなければ売れなかったら全然僕はいいです。とりあえず置いといて気持ちがまた復活したら直して乗ろうかなっていうぐらいなんで、本当に焦ってないというか、まあ大々的にこうフォーセールって言ってやるつもりもないですし、はい、なんでまあ売れなかったら売れなかったら全然いいですし、まあ、逆に今はそういう気持ちだけど、まあ、もし直して乗る気持ちになったらもう売らないと思いますし、
だからまあその辺はまあちょっと僕の気分次第にはなってしまうのであれですけれども、ちょっとそういう感じですね今の現状は。なんでまあ実際1ヶ月後どうなってるかちょっと分かんないですけども、まあ1ヶ月後にもしかしたらもう直して乗ってるかもしれないしまあそれはそれで分かんないですけど、まあまあ今の現時点では今そういう感じっていうのを、まあ、皆さんにちょっとお伝えしておこうかなと思って、今回動画を、作らさせていただきました。まあ本当にこの、まあ、エンジンからオイル漏れたことに関してはもう正直誰が悪いとかそういう話はなくて、まあ、エンジンの初期から の可能性もあるし、まあ、そもそものついてたシールが良くなかったのかもしれないし、まあ、その辺はもう分かんないんで、まあ、まあしょうがないんですよ全然。別に誰が悪いとかそういう話はないので全然あれなんですけど、ただ単純にまあちょっと僕のテンション的なっていうところですかね。はい、なんでまあちょっとね暗い話にはなりましたけれども、まあちょっと FXR は一応ちょっとこの動画を持って一旦ストップとさせていただきます。はい、またね気持ちが変わってやるってなればまた動画で配信してきますし、もし新しいオーナーさんが見つかればそれはそれでまた動画で、報告しますので、まあ FXR の動画がしばらく上がらなかったらちょっと今冬眠中なんだなっていうふうに思ってもらえれば、ありがたいかなと思います。でまあちょっとね ST がねまだちょっと全然何も未定なんで、ちょっといつになるか分かりませんが、まあちょっと他のプロジェクト、まあチャンピオンさんとやってるプロジェクトのストリートボブもまだあるので、まあそれがちょっとジョイント終わってからはちょっとタタタッと進めていけたらなと思ってますので、 YouTube 自体は変わらずアップしていきますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。まあショベルの動画とかアメシャの動画は僕の個人チャンネルで下にね概要欄のところリンク貼ってありますので、そちらでまたちょっとアップしていきますので、チェックよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回はですね、FXR のプロジェクトは少し、一時休止というね、お話をちょっとさせていただきました。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。